ははいそれでは本日は二級建築施工管理技士の学科試験平成25年問60番施工塗装工事について解説していきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますのでそちらからもご覧ください塗装工事の措置後しらえに関する技術として最も適当なものはどれか1木部面に付着したアスファルトや油類は溶剤で拭き取り十分に乾燥させるこちらの問題は正解です まずですね、今回の問題のような感じのものが出てきたらですね、正直言うと、まあ、パスしてもらってもいいかもしれません。ちょっと難しいので、あのちょっと理由をちょっと説明するんですが、これ一級建築施工管理技師の塗装工事の学科試験にあるんですが、この塗装工事の今回の問題に関してはかなり複雑です。まあ、なぜかというと、このように一級施工管と同じ理由なんですが、この塗装の種類が多いというものと、あとはプラス名前が長いということですね。 そして、あとは、下地の種類が多いということですね。まあ、木材とかプラスターとか、ア鉛メメキ,キとかコンクリートとかあります。そして、さらに施工手順も多いということですね。この下地調整であったり、まあ、今回の問題に関しては、素地の問題なんですが、まあ、素地の中にも工程がいろいろあります。そして、各々の工程の細かい決まり事がたくさんあります。なので、このようにですね、非常に複雑な要素から成り立っているのが、この塗装工事になるので、まあ、正直、少し意味を理解して、あとは、ま、あ 半分暗記ぐらいでいいでのかなのであまりこの問題にすごい重点的に置いていてもちょっと時間が取れるだけなので違う問題を何て言うんですかね暗記というか違う問題を一生懸命した方の方が効率がいいかもしれないので一応こちらもですね4番まで解説してさせていただきたいと思います1番に関してはですね木部面の素地ごしらえなんですけどもこちら工程はですねまず汚れ付着の除去を行いますそしてやり えー、や処理を行います。やり処理って書いてしまいました。すみません。やに処理を行って、そして、えー、研磨紙釣り、えー、研磨し釣りですね。を行って、えー、節止め、そして、えー、穴埋めパテカそして、研磨し釣りという形の一連の工程になります。そして、この一連の工程の中のこの汚れ付着物の除去、除去、ここのことを今回一番を言っております。ここのですね、木分面に付着したアスファルトやユれに関しては、溶剤で拭き取り十分に乾燥させる。なので、この溶剤が 溶剤で拭き取ることが正解になるのでこの溶剤で拭き取るここの部分で、えー、暗記しなければいけないことはこの溶剤で拭き取るということになりますのでこちらもえー、覚えていただければと思います1番に関しては正解ですそれでは2番水かかり部のか、えー、壁モルタル面のパテ界には合成樹脂エマルションパテを用いる、えー、こちらの問題は正解です 合成樹脂エマルションパテではなく、今回の問題はセメント系下地調整材、もしくは塩化ビニールパテを用いるということになります。こちらも覚えるの非常に難しいんですが、もう暗記問題になります。この今回の水かかり部分の壁のモルタル面の素地ごしらえなんですけども、まずですね、この水かかり部分というのは、まあ、もう水がかかる部分とか、あとは外部のことを言います。この工程なんですけども、まずは汚れ付着物の除去、そして吸い込み止めを行います。そしてその後に穴埋めパテ解。 そして研磨し釣り、パテ仕ごき、そして研磨し釣りという工程になります。この穴埋めパテ界、ここのことですね。ここのことなんですけども、まあ、暗記なんですが、外部とか水かかり部分に関しては、このセメント系の下地調整剤、そして塩化ビニルパテ、どちらかを使ってくださいということになります。そして内部に関しては合成樹脂エマルションパテを使ってねという流れになります。まあ、こちら、耐水性でもですね、外部等は剥離の原因となってしまうので、えー、外部には使わないでくださいねという問題になりました。 2番に関してはこちらのことを言っておりますので不正解になりますそれでは3番計算カルシウム板面のパテ解は反応合成樹脂ワニスを塗りつけてから行うこちらの問題は正解ですこちら、えー、今回ですね K カル板の問題になります、まあ、この K カル板というものは何かというと、まあ、薄い、えー、耐火断熱板のことをまあ K カル板と言います、まあ、プラスターボードとかのまあ部類ですね この軽カル板の掃除ごしらえなんですけども、ここの工程なんですが、まず汚れの付着除去を行います。そしてその後に穴埋めパテ替を行って、研磨しずり、そしてパテしごき、研磨しずりという流れの工程になります。今回はですね、このここからここの矢印こ、こ,ここと、あとはこの穴埋めパテ替ここのことを言っているという流れになります。この軽カル板の場合なんですけども、 この反応合成樹脂ワニスというものを塗ってからそして合成樹脂のエマルションパテでパテ替えを行っていきますこれが一通りの施工手順そしてこの使わなければいけない塗装の種類塗料の種類という形になりますなのでこちらも暗記になるんですけども覚えていただければと思います3番に関しては正解ですそれでは4番 ALC パネル面の吸い込み止め処理には一般に合成樹脂エマルションシーラーを用いるこちらの問題は正解です この ALC パレル名の今回は素地ごしらえになります。こちらは外壁なんですけども、こちらの工程としては、汚れ、付着物の除去、そして吸い込み止め、そして下地調整塗り、そしてその後に研磨し塗り、パテッシゴき、研磨し塗りという流れで進んでいきます。この吸い込み剤、吸い込み止めですね、下塗り、ここのことを言っているということですね。 ここの,ここの,ここの、えー、使う塗料なんですが、まあ、こちらも暗記になるんですが吸い込み止めとして、えー、合成樹脂エマルションシーラーを用いるというのが正解になりますのでこの4番に関しては正解です。以上のことから今回は2番が間違えているので2番が答えとなります。